皆さんこんにちは。目から鱗の時間です。24時間常時放送のインターネットテレビシャナナ TV がお届けする目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。イエーイ。いやー、この目から鱗も様々なジャンルのゲストに来ていただいてますが、音楽関係の方が結構多いんですよね。なんて言っても第1回、目から鱗の第1回はブラボーシロさん。あの方もね、歌手だけでなく音楽プロデューサーであるとか、いろんな分野で活躍なさってます。今日のゲストさんも音楽だけでなくいろんな方面でご活躍されてる方々です。そういった方々のね、いろんな、人生の転機、目から鱗が落ちた瞬間などもご紹介し、いろいろお話を聞いてみたいと思います。ではその前に CM です。今日はプレゼントもありますのでお楽しみに。おかえりなさい。今日はですね、すごい多彩な方に来ていただいてます。今日はですね、ちょっと人数が多いので自己紹介形式でですね、紹介をお願いしたいと思います。では、ダンディ向井さんからお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。M&R エンターテイメント代表、向井達彦と申します。よろしくお願いいたします。はい、では、広報室長の、マリエ吉川さんに、ご紹介を自己紹介をお願いします。はい、私の方はダンディ&エレガンスの方で広報させていただいてますとともに、はい、あと入籍にこだわらないピュアというね、はい、出会いサロンの方を経営しております。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では井上葵さん。はい、はい、井上葵と申します。よろしくお願いいたします。今回ダンディ&エレガンスのコスメティックエクゼクティブアドバイザーに就任いたしまして、最初のプレゼントのことを言っていただいたようなのがこちらなんですけども、はい、番組を最後まで聞いていただいた方に差し上げたいなと思っております。はい、素敵なアイライナーとアイシャドウになっております。はい、はい、では最後まで ね見ていただいてお楽しみにしてください。はい、はい、では、次はですね、青井玲さんに、自己紹介をお願いいたします。はい、ドレス R 代表、青井玲と申します。並びに、M&R エンターテインメント副代表をしておりまして、中ではあとコンフィチュールといってフルーツを炊いた季節のフルーツを炊いたコンフィチュールを販売しておりましたり、ボディジュエリーと、あとはこの着物の着付けの、アレンジ着物として、着付けをするのをやっております。よろしくお願いいたします。なんかですね、6月20日の D&E の主催イベントで、青井さん、なんかデザイナーデビューをされてるっていうことなんですけども、なんかそのことについてちょっとお話しいただきたいんですけども、デザイナーデビューってどういった？はい、ありがとうございます。京都で生まれ育ってるんですけれども、はい、普通にね、和服文化がもう伝統的な文化としてあるんですが、はい、それをこういう形でね、アレンジをした形で普段着でもなるし、ドレスアップのスタイルでちょっとね、着付けるというところから着こなすっていうイメージで、はい、スタイルアップできるような、
ことをしておりまして、それが6月20日に、行いましたファッションショーとして、やりました、はい、なるほど、はい、それのデザイナーとしてデビューされた、はい、そうですね、はい、でそのデザイナーデビューしたことについて、はい、どんな自分自身のその感じ、なんかデザイナーデビューって自分自身の中で何かこれが変わったっていうようなことを何かあります？これが変わった、うん、そうですね、やっぱりもともと髪の毛の色もこんなんなんですけど、はい、やっぱりね、人と違う着こなしっていうのもファッションでもそうなんですけど、うん、おしゃれを楽しむっていうことがすごい好きなんですね、うん、でやっぱりもう外面をこう綺麗にしていったり楽しむことによってやっぱり内面もワクワクしてきたりとかするので、うん、そういうことを皆さんに広めていきたいなっていうのは前からあったので、それがこの間の6月20日の、ファッションイベントで開催できたこと自体が私がもっと飛躍的に動けるチャンスだったなっていうのはとてもありますね、はい、ファッションってある意味、はい、僕自身のファッションの、そのポリシーっていうのがあって、はい、あ、一目見たら あれウェッジやって分かる格好をするのがファッションやと僕は思ってるんですよ。っていうのは常に帽子かぶってなんかちょっと黒っぽい服着てっていうのが、なんか僕が帽子かぶってなかったらすれ違っても気づいてもらえないっていうような感じがあったりする。だから、あ、もうあの人このファッションあの人やっていう遠目から見ても分かるっていうのが僕ファッションじゃないかなーなんて、自己主張っていうことじゃないかなーなんて思ってるんですけども、はい、でそれで逆に自信を持って人前でこう堂々とおしゃべったり振る舞えたりするっていうのがファッションが、まあ言えばその人のためになってるっていうことやないかなと思ってるんで、ファッションってねすごい尊敬してるんですよ。なので青入さんすごい尊敬に値する人やなと思ってます。ありがとうございます。ぜひぜひまた男性用も来てみてください、はい、でまた一つなんか青入さんのやられてる活動でコンフィチュール専門店の話をちょっとお聞きしたいんですけども、はい、多方面で活躍されてるっていうことなので、ちょっと一つずつこう解きほぐしていきたいと思うんですけども、その、コンフィチュール専門店のそのコンフィチュールナッジっていうものについてちょっと、ご説明をお願いいたします、はい、ありがとうございます、次はですねスプーン一杯が運ぶひとときの幸せをあなたにっていうことで、はい、をキーワードにしておりまして、大人向けの、はい、フルーツを、季節のフルーツを素材をそのまま生かして、はい、洋酒で炊いている、はい、こういうちょっとパッケージが可愛い、可愛いですね、はい、うん、ちょっとラグジュアリー化粧品みたいな、はい、そうなんです、ちょっと宝石をイメージしていて、はい、でフルーツジュエリーっていうイメージで作っておりまして、はい、で今は15種類ぐらいかな、随時季節によって変わるんですけれども、はい、それをことことお鍋の魔女っていう別名をつけておりまして、はい、炊いております。でそれを、伊勢丹だとか博多店で、はい、販売催事させていただいたり、あとはまあネットとかでも販売はしてるんですけれども、はいはい、そういうことを作って、はい、今皆様にご提供してるんですが、はい、女性にすごく、はい、伊勢丹とかで、はい、見かけしたら買ってみてください、はい、美味しいんですよね。美味しいです、ね、はい、次がボディジュエリスト、はい、もういろいろなさってるんですね。ボディジュエリスト、はい、ボディジュエリーっていうものについてちょっとはい、はい、ありがとうございます、ボディジュエリーっていうのは素肌にね、はい、直接はい、糊で、はい、絵を描くんですけれども、糊で絵を描いた上にキラキラのグリッターっていう粉を落とすんですね、はい、でこういう形で素肌を彩るアクセサリーとして、はい、ペンダントだとか指輪とかと同じような感覚でつけていただく、これは直に描いているんですけれども、はいはい、こういうデコルテラインだとか背中だとかウェディングとかね、こういうパーティーシーンだとかステージだとか、はい、あとはプライベートのカジュアルなところでも足首にしたりとかっていうので楽しめる
一つのアクセサリーですねっていうのを私が施して、はい、やっております。私もねこんなおっさんなんですけどもボディチューブやったことあって、あ、そうなんですね。案外こすらなければ結構取れないんですね、はい、そうなんです、うん、でもゴシゴシこすったら取れるんですけども結構長持ちしてプールで泳いでも大丈夫ですし、はい、普通にシャワーとかお風呂入っても取れないんですね。そうです、よくご存知で、はい、1週間とか持つので、ね、1週間とかも本当に持ちますよね、はいはい、なのでウェディングでされても新婚旅行まで楽しめる。そうですよね、はい、うん、っていうのをやっております。結構ねつけててもなんか痒くもならないし普通に自然な感じ で、はい、そうですね、全然ノリ自体が肌に優しいノリを使ってるみたいで、はいはい、全然もう大丈夫ですよね。1週間10日つけてても、はいはい、それから着物フリースタイルですねこれが例のデザイナーとして、デビューしたっていうジャンルのことなんですけども、はい、これについてはどうなんですか。はい、先ほどちょっと、はい、お話し仕掛けてたんですが、もともとねやっぱり着付けるとなると、はい、おじゅばん着たりだとか足袋履いたりとか、はい、もうカチッと決まった形での着付けっていう形になるんですが、はい、そうではなくて普段日頃からでももっと着物を楽しめるような、はい、ものをっていうことで、でますますこうね外国人の方とかもよくまあ今ね、はい、あれなんですけど京都にも遊びにいらっしゃったりとかするときにこれだったらねすぐ着付けというか着こなし感覚なので服の上から、はいはい、着れたりとかする形をいろいろねデザインとして、はい、着方をデザインしているので、はい、なので年齢層関係なく、はいはい、楽しめるしまた柄にもよっても変わるしこれがまた振袖のラインで着付けをこういう形で着たりとかしてもまたパーティーでもね華やかなイメージになるので写真にはあるんですけど、はい、なんか着物の生地で、はい、帯でとか、はい、ドレス感覚でこうコーディネートしたりするような写真もあるんで、はい、逆に着物イコール和服っていう感覚ではないですよね。ないですね、うん、そうですね、もうドレスっていうイメージですね。なので下にこうフリフリのものを、着たりとかするともっとプリティなイメージにもなりますし、そうですね、うん、はい、そういう形でいろいろ楽しめますね。あと京都コレクションとか去年は京都コレクションでみそのちゃんとかも着ていただいたんですが、はい、そういうステージでも華やかなイメージで着物も着ていただけたりとかするので、一つね、はい、言えるのがヨーロッパなんか日本ブームなんですね、うん、はい、で着物 の、 その帯とか着物 の、 その、絵柄の美しさなんていうのがすごい受けてて、割とまあ、向こうの人もよく分かってはいないんだけどもすごい美しいっていうことに関してはなんか興味があるみたいで、だから繊細なその着物の絵柄もしくは織り方なんていうのは世界的に見てもかなりグレードの高いファッションやっていうような受け入れ方をされてるんですよね。なので着物はもう世界中に広まってほしいと思いますよね。ですね、はい、できれば海外に持っていきたいと思ってます。そうですね、はい、海外でファッションショーなんかやったら ね、 ですね、いいですよね、はい、で中野光さんのインスタント着物っていうか簡単に着れる着物あるじゃないですか、はい、外国人は多分着付けできないので、うん、ああいう着方ができる前は着物、はいはい、もしくは、着物の生地を合わせたファッションなんかっていうものであれば多分海外でも受け入れられると思うんでね、はいはい、ちょうど今日もねこのお衣装は中野光さんからの、はい、そうなんですね、はい、お衣装と先生で、はい、借りてきているとちょっとね艶やかな感じの衣装なので綺麗ですね、はい、本当に、うん、この絵柄だけ見ても、はい、もう本当にその額に入れてもいいぐらいの ね、 ね、はい、ね、でこれと合わせてボディジュエリーを ね、 なるほどね、するとかね、はい、いいと思います、はい、よろしくお願いします、はい、でこの今真ん中に座ってるこのお三方実は、ユニットを組んで、歌を歌ってらっしゃる、ダブルアオイ&、それからダンディ向井プラスワンっていうことですか。プラスワンとなってます。プラスワン寂しいですよね。まあね、ね、綺麗な女性2人おりますのでね、もうプラスワンでいいんじゃないでしょうかね。で、曲的にはどんな感じの曲を歌われてるんですか。
私が言ってる。で一応井上葵ちゃんは、はい、ジャズシンガーですし、はい、で私は、まあ、J-POP が、はいはい、主流なんですけども、みんなここにそうですね、ソロでは歌える実力を持ってはるということですよね。ですからこの3人が集まれば、なるほど、強力なメンバーが出来上がったわけなんですね。はい、一度聴いてみたいですね。ミエちゃんもピアノ弾けますので、ね、あ、そうなんですね。もう多彩な、ね、才能の持ち主なんですよね。そうですか。そうだからもう逆に言えば、ダンディ向井さんはギター弾ける、はい、でピアノが弾けるっていうことになったら、もうセッションしながら歌えるっていうこともできますよね。そうですね、合わせてね、井上葵ちゃんこうダンサーですから。そうですよね、だからダンサーですもん。そうですね、ベリーダンス、ベリーダンス、ベリーダンス、はい、そうです。だからいろんなコラボの仕方がもう、そうですよね。今日その衣装で来たらよかったですね。良かった、ね、本当ですね、ちょっとおへそ出した方が良かった。落ち着いて喋れへんですよ、今日さ目の持っていくところがね。なるほどね、なるほど。だからそのダブルアウェイ&プラスワンの、その曲なんていうのもあるわけなんですよね。ですね、今は、一応カバーを中心で、はいはい、で葵田の場合やったらどうしてももうジャズの方が有名なんで ね、もうそこは絶対外せません。なるほど。 で、うん、で私は、まあ、J-POP あるいはその他の局のテレビとかではよく出させていただいても、はい、実はねもうそれが演歌であったり、はい、まあいろんなジャンルの歌も歌わせていただいてます、はい、で合わせてこの繊細なレイちゃんのピアノが合わさるとすごいんです。すごいんです、すごいんです、すごいんです。乞うご期待でございます。またね、一度次回、はい、ご出演いただくときには前撮りでその演奏もしくは歌を収録するっていうこともできますので、一度参加と、あ、いいですね、そのユニットいいですよ ね、ちょっと収録させていただいて皆さんにご紹介して、そうです ね、YouTube とかね、はい、では私とレイちゃんの、はい、別のユニットなんですけど、あ、そうなんです、で発信したりはしてるんですけども、今のところこの3人のね、はい、のは何も今外にはね、うん、出てないんで、門外不出っていうところで、ね、いやではないですよそうなんですかもう一遍にまた弾けますので、はい、こうご期待っていう形で今のところよろしくお願いします。わかりました、はい、ではね、次回また、そのユニットのね曲を、ご披露するということを今お約束して、はい、ぜひともまた次回もまたね、出演していただくということでよろしくお願いします。それとですね、あと、ダンディ向井さんがいろいろやられてるんですけども、はい、なんか実は、はい、まずソロで、はい、歌手もやられてて、はい、でそれからそれと、はい、まあ、シンガーソングライター、はい、シンガーソングライターで作った曲を、はい、まあ、弾き語り、はい、ギターの弾き語りで、はい、歌わせていただいております、はい、合わせて、フリーのカメラマン、カメラマンっていうところが、はい、やっぱりその曲を作ったりする感性とそのカメラのそのファインダーって言うんですか。そうですね、なんかその辺ちょっと相通ずるものがなんかあるんですよね、こう何かを伝えたいっていうような、はい、カメラマンとしてはどれくらい、カメラマン、そうですね、仕事を通じて一応カメラを取り扱う機会が多かったんですけど、はいはい、実は私はもともと警察官で、はい、あ、そうなんですか。そうなんです、だからすみません、捕まえとってください、それをね、無事定年退職させていただきましたので、はい、それまでに身につけた技術を、カメラとかあるいはその歌であったりとか、それ鑑識のカメラですか、なんかまあまあそれに近いところもありますので、はい、だからまあそちらで培った基礎、そうなんですね、はい、なるほど、ああ、そうなんですか、なんか急に移植しますよで井上葵さんは、まあ、先ほどまあダンサーということでちょっとお聞きしたんですけども、はい、なんか
ダンサーの活動と、何でしたっけ、ジャズを歌ってるんですけど、はいはい、それをやってます、はい、なんかキャンペーンのなんかキャラクターもやられてるっていう、何でしたっけ、そうですね、なんかをやられているんですよね。そうなんですよ、バクダンのやつ の、ね、あの D&E の、はいはいね、一緒に、はい、やっております。はい、いろいろキャンペーンやったり、もうあれこれこう引っ張り出されて、そんな ありがたいことでございますけ ど、 ど、はい、そうなんですね。でこのお三方でこういろいろ、まあ、個々にいろいろ活躍なさってるんですけども、このお三方でこれからいろいろこうやっていこうと。でこれからどんな展望をこう、とりあえずですね、はい、一応M&R エンターテインメントを、はい、立ち上げました、はい、でこの2名の綺麗な女性、はい、まあ、私としては、まあ、両手に花なんですけれども、はい、やっぱりすごい才能の持ち主なんでね、はい、その才能を、まあ、生かして、一つのエンターテインメントショーを作り上げていきたいということで始めております。今出てきましたけれども、はい、ファッションショー、はい、そして、ベリーダンスショー、はい、そして、音楽のね、はい、まあ、ミュージックショー、はい、この3つをコラボさせたショーを常にね定期的に展開させていく、なるほど、そういう目的で、立ち上げております。なるほど。ということはもう、個々に持たれてる才能をこう表に出しながら、はいはい、3人の良さをこう出して、で三位一体じゃないですけども、3本の矢のように強い絆 で、 そうです、こう表にこう、広めていくというような感じなんですね。だからこれからね、また僕もいろんなところに、まあ、イベント参加させていただくんですけど、イベントありましたらまた呼んでください。いや、ありがとうございます。よろしくお願いします。まだ発足してね間がないんですけども、はい、いろんなところからお声掛けいただいております、はい、でなんとか ね、 そうですね、皆さんにね楽しんでいただける、はい、エンターテインメントショー、この目からうろこの番組もね、はい、そういうところに飛び出して、はい、そういうイベントを、はい、ロケっていうか形でこう収録させていただいてこう放送するなんていうのもやっていきたいと思いますので、ぜひともそういうコラボをね、そうですね、またさせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。そうですね、だからこれからもどん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 もう活動なさっていくと思うんですけども、ダブルアオイ&プラスワンっていうことで、はい、目から鱗も全面的に協力させていただいて PR させていただきますので、ありがとうございます。まだ頑張っていってください。はい、はい、ではですね、一旦コマーシャルの方に行きたいと思いますので、その後ね、PR 告知、タイムございますので、そちらの方でまた、ご紹介をお願いいたします。ではコマーシャルの方に行きます。コマーシャルどうぞ。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV 内、あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか。ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、おかえりなさい。はい、ではエンディングの PR 告知タイムです。ではですね、PR 告知の方を、広報部長の、はい、お願いいたします。はい、6月の、ね、20日にですね、はい、ダンディ&エレガンスの方で、トークショー兼、ファッションショーですのイベントの方をねさせていただく予定をしております。で、もうこのイベントっていうのはもう皆様がね、社交的にこう皆さんが、はい、楽しんでいただける会となっております。で、もう 今までの日常をね忘れて、もうコロナで皆さん大変だと思うんですけれども、その日常を忘れてもう、ゆっくりとね時間を過ごしていただける場になればいいかなというふうに思いましてね、
ね企画をさせていただきました。で新たなね皆さんこうやってデビューをされる方たくさんねこうやってあの出てきていただいてるんですけれども、皆さんにもチャンスはあります。で皆さんで作り上げていくものですので、またご参加いただいて楽しんでいけるイベントですので、ぜひご来場ください。自分が輝く場を求めてっていうような感じですよね。そうです、そうです、そうです。見るイベントから出るイベントっていうことですよね。そうです、そうです、はい、いくつになってもね、はい、輝ける人生を、そうですね、自分の人生は自分が主役なの で、 そ、 うなんです。それをどう演じるかですもんね。そうです、はい、はい、なるほど。で、このあの D&E、コスメティックスっていうのもなんかあるみたいなんですけども。あ、そうなんです。コスメティックのアドバイザーを私がしておりまして、はいはい、あの一応メイクのお仕事とかもしてますんで、メイクのメイクとか、はい、あのスキンケアとかも、はいはい、なん で、 で今回あの、ね、先ほども申し上げてた通り、はい、あの見ていただいた視聴者の方にプレゼント差し上げたいと思います、はい、これは、何名の方に。あ、すみません、1名なんですけど、1 名、ね、はいはい、1名なんで、気合い入れてお申し込みくださいね、はい、目から鱗の、Facebook でも、受け付けておりますので、ぜひともですね応募してください、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、あとは何か告知することは、6月の20日なんですけど、はい、場所なんですけども、はい、あの三条京阪から、はい、あのすぐのところに、はい、あのザビエル・ルイ・ヴィトンっていうお店があるんですけども、はい、そこのワインバーでさせていただく予定をしておりますので、はいはい、皆さんねあの、はい、楽しみにしておいてください、そちらの、情報ちょっとここに出すようにさせてましょうか。またお願いします、はい、では字幕で出させていただきますので、はい、迷わないで来てくださいね。ぜひともよろしくお願いいたします。素敵な出会いがあります、はい、で今日はですね、まああのダブルアオイ&プラス、プラスワンっていうことで、来ていただいたんですけども、僕ねあの個々に一度お一人ずつひょっとしたら出ていただいた方がいいかなと今ちょっと思いましてまた次回ですねお一人ずつちょっともっと掘り下げた形で、でもうそれこそ対マンでですね、したいと思いますので、今日はどうもありがとうございました。はい、また、来てください。では、さようなら。さようなら。僕は君の大人のおもちゃさ。